30のマメダメな方の外してみたんですけど、てっきりこのインプットシャフトのベアリングかなと思ったんですけど、それは大丈夫でした。これはまあこの前、このミッションは中古で買って、今予備で作った方のミッションの、インプットシャフトのベアリングダメだったんで、まあとりあえず中古で買ってこのベアリングは交換してあるんですね。それでどういうことかというと、カウンターシャフトのこれギアがまず欠けてるのは、なんで欠けたんだかよくわかんないけど、でまあそれもダメだし、ですね、このメインシャフトのこの3速4速のとこ、これなんかふにゃふにゃなんですよ。本当はあのカチンカチンって入るんですけど、こういうふうにね、こういうふうにね、これがなんか部品が吹っ飛んでるのかなんか知らんけど、それでだから3速4速おかしかったんじゃないかっていうことですね。だからまあちょっとこれ直して使うかどうか知りませんが、部品が多分ないので、なんかボロいミッションでも買って2個1にするのか、どうするのか。まあでもこれはとりあえず、まあ、ちょっと保留で、もう1個のミッション直してあるんで、それを載せたいと思いますと。で、ちょっとクラッチのね、もうできるんだけど、クラッチの取り付けネジがなんかいまいち怪しいんで、せっかく開けたんで交換しようと思って、それを、部品待ちということであります。